I have a Valentine. I have a Johnny Walker. Oh, Johnny Valentine. I have a Valentine. I have a Johnny Walker. Oh, Johnny Valentine. Valentine, Johnny Walker. Oh, Johnny's been on Valentine.ということで、今飲んでおります安いスコッチでもちゃんとしたスコッチバランタインファイネストと、ジョニーウォーカーレッドラベルのカクテルを作りたいと思います、まあ、カクテルというか、出来上がった完成品のウイスキーを、ど素人がバッティングして飲んでやろうという企画です、きっちりとね測るためにメジャーカップ用意しました。ショットグラスでいただきます。はい、まずはねバランタイン15ミリきっちり測って入れます。はい、きっちり15ミリ。次は、ジョニーウォーカー、ね、これもきっちり15ミリ。ちょっと多かったな。バッチリ。15ミリ。できました。ジョニー・バランタイン。ジョニーズ・ビアン・バランタイン。じゃあ香りから。こちらの香りでもないですね。どっちの香りに近いかなというと、 C っていうとバランタインよりジョニーウォーカーの香りが際立ってるような気はしますね。ただちょっと例によって鼻が詰まってるんでよくわかりませんけども、リンゴと蜂蜜の香りがするということはやっぱりジョニーウォーカーの方が近いのかもしれませんね。またあの油未調な方式といいまして、飲み干した後乾燥したグラスを嗅ぐと、例えばまあバニラがね強く感じてバランタインかなと思うかもしれませんが、このままの状態ですとジョニーウォーカーか、ジョニーウォーカーの方が強いような気がします。まあでもいい匂いですよ。アルコールの強さはやっぱり感じないですね。両方とよくできたウイスキーですからね。じゃあちびちび飲んでみましょう。おお、なんかね意外な味が出てきました。ジョニーウォーカーでもバランタインでも感じられなかった味がちょっとしたような気がします。まず口に含むとねすぐに甘みがガーッときます。うん、蜂蜜の甘さですね。でフィニッシュにねビターチョコの甘みが結構強く感じるのは何ででしょうね。両方とに僕はチョコレートなんか一切感じなかったんですけど、合わせることによってカカオっていうんですかね、ビターチョコの感じがフィニッシュでカッときますね。何でしょうね、面白いですね。果物の酸味のようなものも感じますね。これなんだろうな、リンゴでもないんですけどね、グレープフルーツとでもいいんでしょうか。柑橘系の柑橘の苦味のようなものを感じました。蜂蜜、チョコレート、柑橘の苦味と、であとピートを感じました。これやっぱ単体ではね出なかった味がいくつか出てるんで、やっぱり面白いですね。うん、
今空になったグラスを嗅いだらピートの香りが一番にしました、うん、これはまた乾燥するとね違う香りがしてくるから面白いです。まあたまにはこういうお遊びもいいんじゃないでしょうかということで、油見長男の深夜バーと変えさせていただきます。それでは皆様おやすみなさいませ。